藤本愛です。今回はこちら、ニューモデルが続々登場、フォルクスワーゲン後編です。フォルクスワーゲンジャパンが7月に発表した4台のニューモデル後編となる今回は新型パスアートとマイナーチェンジされたゴルフをご紹介します。今回の発表会ではティグワン、ティクロスという SUV モデルに加え パサートやゴルフといった伝統のあるモデルの進化もポイントですまずはフルモデルチェンジで9世代目となったパサートヨーロッパ市場のトレンドを反映してステーションワゴン専用車となりましたホイールベースを50ミリ延長して全長が4915ミリにゆとりある居住空間と荷室容量を実現しています また、大型ディスプレイの採用や進化したアダプティブ写真コントローールもニュースですあの最上級車種だったアルテオンが廃止になったということで SUV 以外ではこれあの一番いい車になったわけじゃないですかそれだけに相当これいろんなものがついているし豪華になりましたよねあとはマイルドハイブリッドや PHEV も用意されています。 続いてはマイナーチェンジされたゴルフですイルミネーション付きエンブレムの採用といったエクステリア面での変更に加え タッチスプレーが12.9インチに大型化され、操作性も改善されました、うん、ゴルフもついに光るグリルになったかというところなんですが、<laughs> あの僕が注目しているのが、従来、1リッターの直列3気筒ターボというのがあったじゃないですか、これが廃止されて、1.5リッターの直列4気筒ターボになったということで、よりやはりこう上級志向というのかな、走りにはやっぱりこだわりますよというところを、なんか言ってるような感じがしますよね。あの展示されていたの実は実、うん Pi だったんですけれども、はいはい、あちらはあの4気筒の2リッターターボ、うん、まあこれが実は20馬力アップして265馬力になっていたそうですね。はいうん、そうですね。まあ、そういう意味では、この新型パサートもそうだし、ゴルフもそうだし、なんかこうフォルクサーゲン、ようやくエンジン車に力を入れてきてくれたなと。どうも今まで、 バッテリーブイの方にね、人物金っていうのを集中投資してこっちの方は手薄になってた感じがあったんですけどやっぱこれはね、元に戻ってきて、うん、正解なんだろうなと思いますね乗るの楽しみですよねそうですね、はい、今後番組ではフルクスワーゲンのニューモデルを順次詳しくご紹介する予定です以上藤友愛でした旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車で行こうです TVK では毎週日曜夜10時再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中ですまた番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください「エンジンフォーライフ」